よいしょ。なんか道がえぐれてるね。よいしょ。さあさあ、いつものね場所に来ましたけどね、今日はね、まあ、どんなドラマが待ってるか、どんな展開になるかね。なんかだいぶ山が荒れてるな、土砂が、雨のせいだね多分ね、これ。お、早速いるじゃん、早速行ってきたよ今。ここの間に黒いのが、ここにね、ちょっと今お尻引っ込んじゃったね、引っ込んじゃうね、書き出すか。はい、書き出し、はい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 、平田だね、まあ、細かいけど、小さいけど、小型の平田ですね。平田オス、なんだこれ、お尻がテカって見えたからね、メスかと思ったけどオスでしたね、うん、もういないか、まあこれぐらいのサイズはね、逃がしておきましょう。またね、また、うん、頑張ってね、あの子孫を増やしてください。さあ、ほんじゃちょっと、でこの木か、この木が結構樹液は出てるけど、うん、カナブンとガーか、これぐらいの木なら切ってみてもいい。何にも落ちてきません。今日はちょっとこれ足元があれだね、滑りやすい、濡れた後でね、歩くのが大変。よいしょ。
この木もね、樹液が出るようになってきましたけど、樹液出てるけどクワガタいないね。さあ次行きましょうか。よいしょ。これも下から見る限りだとパッと見はいないな。結構樹液も出てるんだけどね、いい感じになってるね。だんだんのところにね、あれ全然いないね今日は。どうした？まあまだ時間が早いっていうのもあるけどね。なんか落ちた？いないな。あ、いたいた。この間にいますわ。平田かな、これ。これね、平田っぽいね。この間にね。まあ、小型の平田。まあ、さっきのと同じぐらいか、さっきより小さいかもしれない。ちょっと届かんか。これでいくか。あ、オスメス？オスメスいるね。ちょ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 、オスメスいるよ。ちょちょちょ、出てきて。よいしょ、掴めた。とりあえずメス、メスの方を捕まえる。とりあえずね、ちょっとそうですね、まあ、明るくて見えないねこれ。はい、よいしょ。ちょっとちっちゃい、ちっちゃいけどね、さっきのと
まあ一応ついでいたからね。もうちょっと大型が取れると嬉しいんですけど、なかなかそうも言ってられないね。あ、なんか来た。まあペアでいただけでね、まあそれは良かったよね。さあ、あとはね、この木、あ、なんかいるわ。落とすか。中入っちゃうな。ん？どこ落ちた？平田か国語か、あ、足元に、足元に落ちた。国語か、国語ですね。国語、はい、国語、いて、ほい、ほい、ちょっと、君、国語。なんかアブか、食いつかれたね、アブに。チクッとしたからなんだろうと思ったら、アブに食いつかれた。もう鬱陶しいな、アブ。あとはいない？あとはいないか。まあ牛アブじゃないだけいいけど、でもアブに刺されるとね、まあ痒みがしばらく続くんだよね。年いことに。なんかスジクワかな、これ。風がバチコンといるけど、スジだね、スジのオスかな、これね。こっちムカデ、でっかいムカデよね。平田入ってないか、入ってないね。あれ、上になんか、あれはなんだ、カナブンか。あ、こっちになんかいるやん。こっちになんかいた。こっちなんかいたね。あれ一体何だ。ちょっと手が塞がっちゃう。おお。あ、ここはか。ん？平田、これも。ちょ、かなぶん。これも平田だね。平田ですね。ちょっとこれ、見える？この辺？映ってるかな？平田。えらい小さい。だんだん小さくなってくる。およよよ。ああ、落ちた。
だんだん小さくなってくよ。はい、平田くん。これ落ちるね、落下する。オスがいるとでもメスいないもん。あ、これ間になんかいるな。こういう時のために用意した。この中にいるぞ。よし、捕まえた。はい。ちょっとライトがね、ライトが、ほい、あ、出てきた出てきた。はいはいはい、来てましたね。こっちの方がいいです。あ、これはこれさっきのか。うんだ、メスがいないね。あるこことね、1頭2頭オス2頭だね。オスに、あっちはペア1で、最初の木でオス1だから、オス4、メス1か。平田ね、まあ、悪くはないんだけど、悪くはないんだけど、細かいのばっかっていうのがね、ちょっとね。あ、ここや、いるわ、いる。いた、いた、いた。いた、いた、いた。いました。そこそこ、かな。この間ね、ちょっとこうやって見えるかな。この間いますね。ちょっとカメラはね、固定できない。手で持ってらんないんだよね。マグネットでこうくっつけとくしかない。これを受けて、これこうやって置いとくか。これこうやって置いといて、もうちょいこっちやな、もうちょいこっち。ダメか、手で持つ。あ、カット線香落ちた。まあいいや、後で、あとで下拾いに行くしかない。さあ来た、来たよ、来たよ。おお、いいサイズ、いいサイズ。でかいね、でかいの来ましたね。でかいよこれ。見えますかね、カメラ映ってるかな、ちゃんとね。でかい、でかい。もうメスいない、もうメスいない。ちょっと待って、一回ちょっと降りるか。
いろいろ落とし物してよいしょ、こうやってね物をなくすんだよね。これついてる？クワガタじゃないかな。これなんだろうね。届くか届かんか。入ったけど、入ったけど何でしょうか。いや、金分か。金分でした。ブンブンさん、はい、ブン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 、バイバイ。あそこの間になんかいるやん。あそこの間になんかいるね。あんなとこでも出せないよねこれ。おわんな、この間にいますね。あれ落ちた、ん引っかかった、どっか。さあ、もう葉っぱでわかんないの。ここら辺だよね。せっかく落としたのにね、もうわかんないね、これ。こんだけ葉っぱがあったね。から落ちてね、ここら辺でね、バウンドしたんだよね。引っかかってないよね、これ。ダメだね、やっぱり夜のね。夜にこんな木から落としたらね、まあ、それは分からんくなる。何だったんだ、それだけが気になる。なんかメスっぽいよな、なんか体型的に。体型的にね、メスっぽかった。さすがになんか雨の跡だけあってね、湿度がすごい高い。こういう湿度高い時はね、虫が活発に動くのは動くんですよね。
まあ、ただ今日は普通種全然ね、ミヤマのメス位置しか見れてないけど、本当はそっちミヤマとかね、あの子取りたかったんだけど、それは次回お預けということでかな。今日はこの辺でね、最初この辺で失礼します。それでは皆さん、またよろしくお願いします。